これは新事業、新商品、新サービスの訴求型の事例です。ここはアウトドア用品のお店ですが、そこに実はアウトドアカフェをオープンし、併設しました。そしてそこには自社の PR したいテーブルや椅子やハンモック、調理器具、管理レジなどを購入して、そこを えー、コンテナを改装ししてア、えー、アウトドアカフェにしたわけですねコンテナの中には人は入りませんがそこで調理をして、えー、お客様に、えー、その周りで、えー、休んでいただくようなアウトドアカフェのようですそしてそれを PR するためにはやはり折り込みチラシとかあー DM とか、えー、看板そして ホームページ、ランニングページ、から予約を受けるような予約サイトなども必要になってくるわけですね。このような新事業を始めるとか、新商品を新たに PR する、新サービスを PR するにも、小規模事業者持続化補助金の申請をすることによって、25万円の予算で75万円分の広告宣伝が できる一つの事例でございます。